中国語では
からないような時には、外見界ではなく、下世界と言います。下世界。下世界。例えば、私は今日本に住んでいるので、台湾に行ったときに、友達や親戚と会ったら、下世界と言います。ちなみに、少し応用すると、また今度台湾で会おうねは、下世台湾県と言います。また今度日本で会おうねは、下世日本県と言いますよ。日本は中国語では、日本と言います。あと、下世県は台湾語では、再会と言います。再会。